YouTube の皆さん、おはようございます。岡田ヒロです。俺今ですね、早朝の東武東上線のあのツーマンとワンマン線区の境界となる小川町駅にいるんですけど、これ皆さん、クリーム一色に染まった東武電車なんですけど、皆さんこれどう思いますかね。実はですね、東武東上線はこのセージクリームとオレンジとグレーのリバイバルツートンカラーの電車が今有名で話題になってるんですけど、これからこちら東武東上線のワンマン電車より行きのセージクリームカラーの電車の車両レポートを始めたいと思います。いやー、これクリーム一色で昔の東武って感じですよね。まあ本当だったら昔のセージクリームの東武電車って丸い目のした電車が特徴ですけど、まあこちらは後期の8000系ですよね。まあこの四角目でクリーム一色が独特で、昭和の東武の栄光ですよね。それでは車両レポートを始めます。いやー、それにしてもこのセージクリームの東武電車って結構特徴ありますよね。まあこれの初代は、これの8000系の初期車は北春日部の車両基地にたった1編成だけ現存するんですよね。まあ東上線と越線の8000系もあるうちに記録撮影はしておきたいですよね。まあ理由としてはなんですけども、実は去年東武宇都宮線の8000系がですね、2万系の魔改造車2万400系導入で置き換えられて、とうとう東武宇都宮線から8000系が撤退しちゃったんですよね。もう消滅しちゃったんですよ。東武宇都宮線の8000系が引退したんなら、次はこちら の東武東上線と越生線、野田線の8000系がそろそろ危ないのかもしれないなと思うんで、あるうちにこちら東武東上線の8000系のセージクリーム車両レポートはやっておきたいと思います。このクリーム一色の東武電車って結構特徴ありますよね。まあ四角目ですけど、まあいつかはなくなるかもしれないですよね。そのためにもやっぱりこれ車両レポートとかやっておきたいですよ。いやー、このセージクリームともう一つツートンカラー、リバイバルオレンジとグレーのツートンカラーの東武電車も、あれもやっぱり記録撮影はやっておきたいですよね。いや、いかにも東武電車の栄光って感じますよね。まあ、もしも東上線と越生線、野田線の8000系が新型のワンマン電車と置き換えられた暁には、この動画だっていつか貴重な動画になるかもしれないんで、やっぱ車両レポートはよくやっときたいですよね。いやー、でも宇都宮線の8000系もね、引退しちゃうと悲しいですから、あるうちに東上線との東上野田越生線の8000系の記録撮影はやっぱりやっておきたいですよね。果たして今日は、まあ、セージクリームに会えたのはいいけど、リバイバルオレンジツートンカラーの8000系、今日会えるかな。会いたいのが楽しみなんですよね。いや、本当にこれ独特で、いかにも昭和の栄光ですよね。このセージクリームの東武電車なんですけど、特徴ありますよね。なんかドアの下が剥がれてますね。これ年季が入ってますね。で、側面にこれ東武鉄道クハ8000ってちゃんとそう書いてありますね。これよく写しとかないとあれだな。東上線の8000系は特におすすめしたいですよね。このリバイバルカラー、これ特徴あるんですよね。これもよく写しとかないとあれだよな。
やー、これ本当に貴重だよな、8000系。まあ俺も8000系ってどっちかといえばやっぱりまん丸な目ん玉した初期車の8000系がやっぱりまだ お好きだなとは思うけどね。まあ野田線の8000系だっていつかは危ない、野田東条越生の8000系だって危ないのかもしんないからよく記録撮影はしないとな。でもそうですよね、東武東上線ってかつて秩父鉄道にも直通していた時代があったんですよね。その時はこれの初期車で3色の3兄弟の8000系の初期車が秩父鉄道乗り入れていたんですよね。この電車もね、いっそのこと秩父鉄道に乗り入れてたらもっとさ、秩父鉄道の昭和の栄光を感じますけど、秩父鉄道に東上線が乗り入れていた当時、あの国鉄の101系とかさ、あの電車だって現役バリバリ走ってたしさ、もしも乗り入れたとしたら超レアになりますよね。まあいつかは貴重な映像になるんだからな、映しとかないと。よし、それでは今度は車内の方に行ってみましょう。あー、車内はこんな風になってんだ、すげー。なんか明るい茶色の座席になってるんですね。うわー、いいなこれ。あー、ドアはステンレスになってますね。ドアはステンレスになってますね。で、しかもですね、こちらに案内板のでこれ LED の字幕がちゃんとこうやって流れてくるんですね。俺の住んでる佐野を通ってる東武佐野線もこんな感じですけど、まあちょっと違うんですよね。佐野線の8000系、あれは確か850系なんですよね。佐野小泉桐生大師亀戸の8000系、あれは850系なんですよね。この茶色い座席が結構ね特徴あるんですよね。いやー、車内はすごいレトロ。昔の8000系の初期車って車内はこんな感じだったんですかね、登場した当時。なんかいかにもなんかタイムスリップしたかのように感じられて、なんかいかにも8000系初期に乗ってるかのような感じですよ。あ、2400系の模型が出たんだ。へー、すげえ、2400系の模型出たんだ。まあ、この電車だっていつかは日光線の南呉羽新都知事館も導入するかもしんないんで、そろそろ1030系と6000系も撮影しとかないと危ないよな。まあ、東上越生野田の8000系もあるうちにね記録しておきたいですよね。いや、車内はこんな風になってるとは、これはまた独特で貴重ですよね。まあ普通東武の座席って黄緑なんですよね。ああ、こちらが運転席ですね。ああ、これが8000系の運転台になってるんですけど、これもしもねリアルに再現できたら電車でこうで味わいたいですよね。これが8000系の乗務員室になってるんですけど、運転台は特にね、小さな子供にとってはやっぱり運転したい気分になりたいですよ、なりますよね。いやー、このセージクリームはいかにも東武の昭和の栄光ですよね。あ、 SL 大樹のカレンダーもう発売してるんだ。これ欲しい方はお早めにお買い求めください。いや、令和初の大樹やっと会えて嬉しいですよ。また乗りてえな、体重。いやー、それにしてもこの8000系の車内は独特で、こちらには車椅子やベビーカーのスペースが設けられているんですね。いやー、本当にね8000系のこのリバイバルからあえて嬉しいっすよ、これ。ところで
リバイバルカラーのあのオレンジとグレーのリバイバルカラーは今日東上線では運行されないのかな。大御所線を今日は走ってんかな。大御所線に走ってんだったらそっちも行かないとダメなんだよな。まあせめてね、政治クリームとかさ、新あの塗装色、まあ白と水色と青のあの塗装色はやっぱりレポートしておきたいですよね。まあいつかはこの動画だって貴重な動画になるし、この座席が特徴ですよね。こういう茶色い座席って、こういう今気づいたんですけど、茶色い座席ってなんか西武鉄道の2000系9000系とかさ、あとは電都線の8500のイメージありますよね。まあいつかは貴重な動画なんだから撮影しないと。いやー本当に8000系、お三門系が入線だ。あー三門系が今入線してきた。いや三万系ももう間もなく東武スカイツリーラインから撤退なんだよな。俺もこの三万系よく乗ってたよな。いや本当に8000系会うことができて嬉しいな。いやーそれにしても3万系久しぶりだよな。そうす、もうそろそろスカイツリーライン唯一の3万系もうそろそろ撤退だし、あでも悲しくなるな。さて発車するんだったらそろそろ発車シーン動画撮っちゃわねえとな。はい、それではですね、以上をもちまして東武東上線8000系の政治カラーの政治クリームの車両レポートはですね、以上をもってこれで終わりたいと思います。発車時間になりますんで、そろそろ反対側ホームに行って発車動画を撮影したいと思います。それでは車両レポートは以上をもって終わります。それでは。